新型コロナウイルス感染症に関するお知らせです。昨年12月以降、新型コロナウイルスを原因とする肺炎が発生し、世界各国で感染者の増加が報告されています。感染予防のため、正しい情報に基づいた冷静な対応をお願いします。感染を防ぐため、手洗いと咳エチケットを徹底しましょう。感染の予防には次のような対策が有効です。正しい手洗い。流水でよく手を濡らした後、石鹸をつけ手のひらをよくこすります。手の甲を伸ばすようにこすります。指先、爪の間を念入りにこすります。指の間を洗います。親指と手のひらをねじり洗いします。手首も忘れずに洗います。最後に石鹸をよく洗い流し、清潔なタオルなどでよく拭き取って乾かします。続いて3つの咳エチケットです。咳やくしゃみが出る方は、電車や職場、学校など人が集まるところで咳エチケットを心がけましょう。マスクを着用し、口や鼻を覆いましょう。マスクがないときは、ティッシュ、ハンカチで口、鼻を覆いましょう。とっさのときは、袖で口、鼻を覆いましょう。新型コロナウイルス感染症に関する江東区と中央区の相談窓口はご覧の通りです。東京都と厚生労働省の相談窓口はご覧の通りです。風邪の症状や 37.5 度以上の発熱が4日以上続いている方、または強いだるさや息苦しさがある方の連絡先はご覧の通りです。